先週はお休みをいただいたので、まずは10月30日に行われた G1 秋の天皇賞から振り返っていただきましょう。一番人気のモーリスが強い競馬を見せてくれました。お二人はレースどのようにご覧になりましたか？スタートしてね、これはもうスローの流れだ、素早くね、やっぱりモーリス、ムーアジョッキーポジション奪いに行くというかね、やっぱ G1 っていうか、そういうレースはね、スタートして本当は 1,2 ハロンの瞬時のそのペースの流れみたいなのをデリケートにならなくてはいけない、それがまずそもそものスタートかな、勝負の始まりかなと。 1000m というかね、案の定というか1分0秒8スローですから、ちょっと体つきまで良くなってた ね素晴らしい。で、私感心したのは、その今谷さんの言った流れでしょ、4コーナー回ったらモーリス、ムーア騎手、他の馬なんか見てないもんね、はい、もう自分のスパートするだけって、もう、その時点でも自信ができちゃったという、個人的に僕はモーリス本命だからというわけじゃないんですけど、柏木さんのおっしゃる通り、今まで何か足りなかったモーリス のワンピースが、今回天皇賞前いろんなことをこう GM 考えてきて、よく作り上げてきたと思うんですよね、で、返し馬の段階からムーアジョッキーまたがったあたりからね、なんかもう平然としてて、で、ムーア騎手パッと来て日本に来てバレバレ勝つと言うけど、ムーア騎手っての他の力関係みんな知ってるのよ。すごいですね。いや、ということは騎乗依頼する側との会話というか、はい、相談がすごいと思う、はい、うん、そう。だからたまたま技術で勝ってるわけじゃない、他の馬の能力も分かってるから、出なきゃ勝てないでしょ。うん、そう、うん、それがすごいと思います。うん、まあ、この天皇賞でね、はい、きっとある程度モーリスの全力を尽くしたというか、はい、一つの完成形だったので、この後お釣りがあるかどうか、これは、次香港予定してるんでしたっけ、余力あると思えば、あ、今度は馬券でも買えますけど、そう、で、香港当然みんな馬券買うんだけど、今のところムーアかとは確定してないんでしょ。あ、そうなんですか。モレイラか、要するにだから戦力使うか2000の香港カップ行くかは乗り役さん次第という説もあるんだけど、あ、そうですか、調整がつかなければ、そこが辛いところだけどね、だって別にコンビの騎手じゃないんだから。さて、今週は秋の女王決定戦 G1 エリザベス女王杯を中心にお届けします。今年のメンバーはいかがでしょうか。昨年の勝ち馬はいるし、他でも3歳も4歳もいるから、はい、一応揃ってると思います。きっとこのマリアライトを中心に動くんでしょうけど、はい、過去10年よく見ると、スノーフェアリーの2連覇とか、ラクシスという馬もね、2着1着とか、割とある程度の若ければ、若ければというか年齢ならね、連覇できるというか動ける。そうで、チャンピオン牝馬で4歳5歳6歳って残ってるのは、一応秋ここが最大目標だからね。そうですね、そうだね、荒れるのはね、大体道割る、道割るの時ぐらいですからね。大逃げっていうのも時々あるけど、それはごく10年に1回。ああ、そうなんですね。今年はきっとそういうのではないような気がしますけど、ね、分かりました、ありがとうございます。今週も第2部でエリザベス女王杯の出走各馬、お二人の評価を詳しくお届けします。それでは今週もよろしくお願いします。ネット競馬の無料予想大会、ネット競馬チャンピオンシップから人気馬の強みと弱みをお二人に解説していただきます。今週は日曜日に京都で行われる G1 エリザベス女王杯です。今回は人気を集めるマリアライトの能力をじっくりとお二人に語っていただきます。ではまず強みからお願いします。いや、もう強みだらけじゃないですか、そんなことないですか。もう はい、去年の、エリザベス女王杯勝ち馬ですよね。ですよね。それもあるけれど、何よりもね、やっぱり56キロを背負って、ボバ G1、宝塚記念勝った、56キロ、これはでかい。ベナビスタもね、ジェンティルドンナも
宝塚記念はね、うん、大変でした。スイープ当初以来ですから、うん、相当強い牝馬でないと宝塚記念っていうのは、それでその上に秋をあの1回使って女王杯だっていうのはあの全く予定通りなんでね、うん、さっき言ったの連覇した馬多いっていうのはやっぱりあの目標を絞ってるケースが多いから、あ、リアライトはここが最大目標でしょう、うん、あとね血統も、うん、もう本当ねデビューした時はね、はい、ものすごく細くてね、うん、僕はね本当正直デビュー戦見た時 2,3 戦ぐらいしたらどうなっちゃうんだろうっていう、うん、そんな感じの線の細い馬だったんですけど、よくよく見てみればみんな一族タフなんですよねこれ、うん、そうだね、血統は大きいですね、兄弟とか一族むしろダート校舎が多いぐらいでね、はい、うん、だからあのタフなコンディションになっても全く心配ないという、ヒーバーだったら切れ味とかそのスピード能力が減るような馬場は歓迎じゃないけど、マリアライトはむしろ宝塚記念ぐらいね、はい、タフなコンディションの方がいいんだろうね、うんうん、あら、八代亜紀状態、雨雨降れる、あ、どうぞ降ってくださいってことですね、はい、もっと降れ状態ですね、はい、なるほど、わかりました、ありがとうございます、うん、続いて弱みをお伺いしていきますが、こちらは第2部で伺っていきます、皆さん見逃せませんよ、それでは第2部で